今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、香川照之、ヤバいでございます。香川照之さんといえば、あちこちで活躍している大物俳優よね。ドラマ、映画はもちろん、CM や歌舞伎もやってるんだぜ。そんな香川さんが一体何をやらかしたらヤバいなんて単語が飛び出してくるんだ？今回は香川さんのプロフィールと一緒に、世間を騒がせているニュースをお届けします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。香川照之さんは1965年12月7日に東京都で生まれました。まだ56歳なのね。1988年に東京大学文学部社会心理学科を卒業しています。東大出身なのか、頭がいいんだな。大学を卒業してから俳優になったのかしら？いいえ、もともと香川さんは俳優志望ではありませんでした。大学卒業後は、TBS の緑山スタジオにてアシスタントディレクターとして仕事をしています。いわゆる AD ってやつだぜ。演出の補助をする仕事だな。香川さんは AD 時代、連日先輩に怒られ投資だったんだとか。映像業界って意外と体育会系というか、上下関係に厳しかったりするっていうぜ。一方で後輩に対してはかなり横柄な態度をとっていたようですね。弱い立場の人にはとことん強いタイプの人、いるわよね。そんな香川さんが芸能界に進出したのは AD を辞めた後のことでした。特にやりたいことがなかったため、消去法で芸能界を選んだんだとか。芸能界って消去法で選ぶような世界か？実は香川さんのお母様は女優であり元宝塚劇団雪組の浜優子さんなのです。香川さんが幼い頃に離婚していますが、お父様は歌舞伎役者の二代目市川猿翁さんという家庭に生まれました。すごい家庭だわ。香川さんは親のネームバリュー、いわゆる、親の七光を利用しない手はないと考えたというわけですね。二世タレントなら、消去法で芸能界に進出するのも簡単なのかもしれないな。でも、かなり厳しい世界よ。そんな考えでやっていけるのかしら？俳優になって間もない頃の香川さんは、両親のネームバリューと、東大出身というハイレベルな経歴がクローズアップされていたことから、各所に不遜な態度を取り、批判の的になることも少なくありませんでした。わかりやすい嫌なやつって感じか。なんとなく俳優を続けていたという20代の香川さんですが、1991年から出演した V シネマ、静かなるドンに出演したことをきっかけに変わっていきます。何かいい出会いでもあったの？同作品の監督から、100回 NG を出されたんだとか。そんなにやり直しさせられたら、ノイローゼになってしまいそうだぜ。しかし、この経験をしてから香川さんの演技に対する意識は大きく変わりました。頭のてっぺんからつま先どころか、顔のシワまで使って演技をする、実力派へと生まれ変わっていったのです。顔のシワで思い出したけど、香川さんは顔芸のイメージがとても強いわ。香川さんが顔芸を持ち味として活かし始めたのは2009年頃からでしょう。映画怪獣人生逆転ゲームにおいて悪人利根川幸男役を演じた際、多くの視聴者の心をつかみました。香川照之といえば顔芸なんてイメージを持ってる人もいるよな。また、非常にストイックな姿勢で撮影に臨むことでも知られています。ドラマ坂の上の雲では、結核で亡くなる寸前の正岡子規を演じるため、食事制限とランニングで15キロ以上の減量をしているのですよ。ふくよかな人でも15キロも減らすのは大変なのに、それだけ本気で役に取り組んだってことね。2000年代後半から悪役を演じることが増えましたが、どの作品でも悪役を見事に務め上げたことから、昨今の演技の評価も非常に高いです。CM では爽やかなイメージあるから、ギャップがすごいわ。また、2011年9月からは歌舞伎の世界に進出し、9代目市川中車を襲名しました。あれ、歌舞伎俳優って本名で活動することを認められていないんじゃなかったか？確かに歌舞伎は襲名制ですので、本来歌舞伎役者が本名で活動することはありません。しかし、香川さんはそれまでの経歴や本名名義での知名度の高さから、特例で俳優と歌舞伎役者で2つの名前を使い分けています。ドラマの方の名前が急に変わっちゃったら、混乱しちゃうものね。映像作品と歌舞伎の演技の違いに苦戦する香川さんでしたが、お父様にアドバイスを受けるなどして立派な歌舞伎俳優として成長しました。親が離婚してからも交流があったってことなんだな。いいえ、両親の離婚後、香川さんと二代目市川猿翁さんとの関わりは断たれています。俳優デビューした時に、一度お父様に会いに行っているのですが、私はあなたのお母さんと別れた時から、自らの分野と価値を確立していく、確固たる生き方を具現させました。
だから、今の私とあなたとは何の関わりもない。あなたは息子ではありません。と強い拒絶をされた経験もしているのですよ。実の父親にそんなことを言われたらと思うと、胸が痛いわ。しかし、猿翁さんの5歳である初代藤間紫さんの取り計らいで、その後関係は修復されました。歌舞伎俳優としてのアドバイスを受けるまでにも、こうしたエピソードがあるのです。絶縁状態が続いてなくてよかったぜ。そんな香川さんの代表作とも言えるのが、小説界池井戸潤さんの小説を原作とした、半沢直樹シリーズですね。倍返しだ、でおなじみの大人気テレビドラマね。香川さんが演じた常務大和田明は原作小説に登場していないのですが、池井戸さんは、アドリブは抜群であり、原作には登場しないキャラクターなので、自由に存在感を発揮してドラマを盛り上げてくれるのは、とてもいいと思う。と絶賛しています。オリジナルキャラって難しいのにな。原作者にも太鼓判を押されたのはすごいぜ。また、二代目市川猿翁さんにも、半沢でのあなたの演技はいい。と褒められました。お父様に演技を褒められたのはこれが初めてだった。という香川さんは感極まり。お父さん、ありがとうございます。私は抜きで頑張ります。と号泣したと言います。大和田常務は視聴者にとっても印象深いわ。同時に香川さんにとっても思い出深いキャラクターなのね。俳優業以外では昆虫愛好家としても知られていますね。昆虫のイラスト入り子供服のインターネット通販なども手掛けるなど、昆虫に関連する事業も多数展開しています。香川さんはカマキリ先生という名義でも活動しているほど、昆虫が好きだよな。こうした昆虫に対する認知度向上の貢献に感謝の意を示し、2018年に発見された新種の昆虫化石の学名が、香川さんが混迷されたクジベローサテルユキーと命名されました。混迷って何？生き物を命名するとき、特定の人物の名前を入れることだぜ。テルユキって名前が入ってるだろ？昆虫の世界でも有名人なのね。このように様々な舞台で活躍する香川さんに不穏なニュースが流れ出したのが、2022年8月のことです。一体何があったんだ？香川さんの性加害により被害者となった銀座のホステスが、香川さんの暴走を止められなかったという理由で、勤めていたクラブのままに損害賠償の請求訴訟を起こしたということを週刊誌が掲載しました。ホステスへの性加害って、要するに何か卑猥なことをしたの？その訴状によると、事件が起きたのは2019年7月です。香川さんは突如被害者女性の服の中に手を入れてブラジャーを剥ぎ取ったんだとか。突然そんなことされたら誰だってびっくりするだろうな。剥ぎ取られたブラジャーは、香川さんと同行していた3名の客に次々と渡され、全員が匂いを嗅いだり、卑猥な発言をするなどしました。本当に何してるのよ。さらに香川さんは被害者女性にキスをして、服の中に手を入れて乳房をもてあそびます。酔ってるとはいえ限度っていうものがあるぜ。当時その場に居合わせた他のホステスによれば、香川さんは来店当初はそれほど酔っていなかったんだとか、陽気に盛り上げ役に徹していたのですが、徐々に様子がおかしくなったのです。悪酔いしちゃったのかしら？ターゲットにされた女性はとても明るく、酔った客をあしらうのが非常に上手だったんだとか。それで余計にいじられてしまったのかもな。加えてその訴状によると、女性は他の従業員の助けを受けて一度個室から退出したものの、忘れ物を取りに戻った際に香川さんに手を引っ張られて、再び隣に座らされました。忘れ物なんて一旦置きっぱなしにしておけばよかったのに、そうもいかないくらい大切なものだったのかしら。香川さんは再びブラジャーを奪い取り、再度同様の性加害を行います。しかも今度は若手歌舞伎役者とビデオ通話を行い、性加害の様子を実況しました。若手の役者も止めるに止められなかったのかもしれないぜ。さらに後日、この事件と同じ日に香川さんから性加害を受けたホステスとは、別の女性の髪をつかみ引っ張っている暴行写真が掲載されます。まさしく大暴れじゃない。恐ろしい事件と言っても過言じゃないぞ。なんでその日に限ってそんなことになったんだ？実は香川さんはかなり酒癖が悪く、元からかなり評判が悪いんだとか、港区銀座の界隈では多くの店で出禁にされており、この日は特にひどかっただけでこういったことは以前からあったのかもしれません。お酒が入ると乱暴になっちゃう人っているわよね。その後、別の週刊誌がドラマ作成関係者の告発記事を報道しました。その記事によれば、同年1月期に放送された、99.9 刑事専門弁護士の懇親会の中で、香川さんは女性スタッフの頭部を殴打しています。懇親会の席でも問題を起こしているのか。それ以外にも、香川さんは元マネージャーに対して、送迎車の運転に関する細かい指示を執拗に行ったり、
常習的な説教を行うことで精神的に追い込んで、出社できない状態にしてしまったんだとか。嫌な情報がどんどん出てくるわ。いろんなところに影響があったんじゃない？2022年9月1日、香川さんのスポンサー企業の一つであるトヨタ自動車は、自社メディアトヨタイズムについて、来年以降の契約を更新しない方針を発表し、香川さんが出演している CM の放映も停止しました。トヨタ自動車の契約が切れちゃうのは痛いぜ。さらにセゾン自動車火災保険、東洋水産、アリナミン製薬、サントリーが、香川さん出演 CM の放送中止とネット広告を取り下げることを発表します。続々と降板させられたのね。お酒が入っていない時の香川さんは評判が非常に良く、仕事も多かったので関係各所は対応に苦戦しているようですね。思わぬ形で仕事が増えて大変だろうな。俳優やコメンテーターとして活躍する梅沢富美男さんは、彼は確かにそういう噂がいっぱいあったよ。はっきり言うよ。俺もいろんな人から酒癖が悪いって聞いた。お酒というのは綺麗に飲まないと、それが大人の酒の飲み方だよ。と香川さんを一括しています。批判が集まるのはしょうがないわ。香川さんの用語の使用もないでしょう？それが、必ずしもそうではないのですよ。例えばかつてその豪遊ぶりから、銀座の帝王とも呼ばれたミノモンタさんは、銀座は羽を外しに行くところなんだから、楽しむのは当たり前。ひんやる遊び方をさせられないなら、お店にも責任があるんじゃないですか。とむしろ店側にも落ち度があったとしています。性加害の被害をお店が悪いとするのは無理があるんじゃない？過去に銀座のクラブで社長として働き、政治家、歌手としても活動している、スーパークレイジー君こと西本誠さんも、香川さんの行いは正しくないと述べる一方で、性加害の話題が広まったことについては、これまでもトラブルはたくさんあったが、店側がお客様や女の子と話をつけ、世に出ることはなかった。と指摘しているのですよ。世に出ると何か問題があるのか？著名な人が銀座のクラブを愛しているのは、普段できない話ができるからこそのものであり、秘密にしておけるという安心感があってこそなのです。なるほどな。つまり香川さんの事件が世に出たことで、自分の秘密も何かのきっかけで暴露されるかもしれない、という感情が生まれてしまったのか。内緒話ができないなら、わざわざホステスにお金を払う必要はないってことね。しかし、だからといって香川さんのしたことが許されるわけではないと思うぜ。こんな事件が発覚したら、活動停止になったっておかしくないと思うが。CM はかなりの数を降板することになりましたが、活動休止はしていません。そうなの？視聴者からの好感度が下がるのは避けられないと思うけど。まず香川さんはすでに被害者女性から許しを得ているんですよ。そもそも女性の訴訟の対象は、香川さんの暴走を止められなかったお店のままですしね。理屈はわからないでもないけどな。しかし、今後香川さんをテレビで見られなくなる可能性があると思っている人は多いかもしれません。どういうこと？現在香川さんはテレビ朝日のドラマ、六本木クラスのメインキャラである長屋茂を演じていますが、香川さんの性加害の報道後に視聴率が上昇しました。香川さんを見るのが嫌になって視聴率が下がったというなら理解できるが、なんで視聴率が上がったんだ？ネット上では、怖いもの見たさでドラマ見た。もう二度と香川の顔は拝めないかもしれないしね。といった意見が見られます。つまり、このドラマが最終回を迎えてから、芸能活動休止に入るのではないかと考える人が多いということですね。メインキャラだから降板にはならないが、これが最後の作品になるかもしれないから見ておこうってことか。これで今日の発表は終了です。いかがでしたか？お酒の恐ろしさを知ったわ。飲んで楽しくなっても他の人に迷惑をかけるのはダメよね。せっかく俳優になって活躍してたのに、もったいないよな。ええー、実力派俳優として人気を獲得した香川照之さんですが、性加害報道以降周囲を取り巻く状況は一変してしまいました。ああ、現在出演しているドラマが終了してからどうなるかは、見守るしかないですね。本日も閉店させていただきます。ミルでした。